年収。2021年全日程を終えた中央競馬、年間リーディングのタイトルを獲得したのは5年連続のルメール騎手。さてルメール騎手は一体今年いくら稼いだのでしょうか。ということで今回は騎手の年収2021年版を紹介していこうと思います。騎手の年収とは、 JRA の騎手の年収の平均はおよそ1000万円と言われています。メインの収入となるのが勝利に応じて支払われる報酬、レースでの獲得賞金。このうち 5% が騎手の取り分となり、勝てば勝つほど際限なく年収も跳ね上がっていくシステムです。そしてもう一つの主な収入源がレースに騎乗すると支払われる報酬、騎手奨励手当および騎乗手当です。騎手奨励手当は1レースにつき16,000円、騎乗手当は重賞が43,000円、一般が26,000円、さらに G1 レースは63,000円。またレース以外でも調教をすると支払われるのが調教手当、こちらは1頭につき5,000〜6,000円、さらにイベントやテレビ番組、 CMA の出演料、さらに本を出版すれば印税、グッズの売り上げなどが加算されるため、かなり個人差があることが予測されます。そこで今回は個人差が予測される曖昧な金額を一切無視し、獲得賞金と騎手奨励手当のみに特化した合計金額から算出した2021年騎手年収ベスト10を紹介したいと思います。なおこちらの賞金は地方交流戦および海外での戦績は含まれておりませんのでご了承ください。ランキング、それでは早速ランキングの発表です。第1位、クリストフ・ルメール42歳。主な勝ち倉、フェブラリーステークス、カフェファラオ、 NHK マイル、シュネルマイスター、ビクトリアマイル、マイルチャンピオンシップ、グランアレグリア、宝塚記念、クロノジェネシス、 G1 5勝、獲得賞金44億2768万円。ここから割り出される騎手の報酬、2億2138万4千円、騎乗回数802回、ここから割り出される騎手奨励手当1283万2千円、合計金額2億3421万6千円でした。第2位、福永雄一45歳。主な勝ち倉、天皇賞春ワールドプレミア、ダービー、シャフリヤール、スプリンターズステークス、ピクシーナイト、ジャパンカップ、コントレイル、 G1 4勝、獲得賞金33億4880万円、ここから割り出される騎手の報酬1億6774万円、騎乗回数687回、ここから割り出される騎手奨励手当1099万2000円、合計金額1億7873万2000円でした。第3位、川田優雅36歳。主な勝ち倉、高松宮記念ダノンスマッシュ、大阪杯レイパパレ、安田記念ダノンキングリー、 G1 3勝、獲得賞金29億6050万円、ここから割り出される騎手の報酬1億4802万5000円、騎乗回数478回、ここから割り出される騎手奨励手当764万8000円、合計金額1億5567万3000円でした。第4位、横山武史23歳。主な勝ち倉、皐月賞、天皇賞秋、有馬記念、エフフォーリア、菊花賞、タイトルホルダー、ホープフルステークス、キラーアビリティ、 G1 5勝、獲得賞金27億8991万円、ここから割り出される騎手の報酬1億3949万5500円、騎乗回数783回、ここから割り出される騎手奨励手当1252万8000円、合計金額1億5202万3500円でした。第5位、松山浩平31歳。主な勝ち倉、チャンピオンズカップ、帝王ケインズ、 G1 1勝、獲得賞金24億461万円、ここから割り出される騎手の報酬1億2023万500円、騎乗回数891回、ここから割り出される騎手奨励手当1425万6000円、合計金額1億3448万6500円でした。第6位、吉田隼人38歳。主な勝ち倉、桜花賞、ソダシ、 G1 1勝、獲得賞金18億8655万円、ここから割り出される騎手の報酬9432万7500円、騎乗回数817回、ここから割り出される騎手奨励手当1307万2000円、合計金額1億739万9500円でした。第7位、戸崎啓太41歳。
主な勝ち倉、秋華賞、赤い鳥の娘、G1 1勝、獲得賞金19億961万円。ここから割り出される騎手の報酬9548万500円。騎乗回数661回。ここから割り出される騎手奨励手当1057万6000円。合計金額1億605万6500円でした。第8位、岩田未来、21歳。G1 勝利なし、重賞勝利なし。獲得賞金17億7198万円。ここから割り出される騎手の報酬8859万9000円。騎乗回数889回。ここから割り出される騎手奨励手当1422万4000円。合計金額1億282万3000円でした。第9位、三幸秀明、45歳。主な勝ち倉、エリザベス女王杯、赤い糸、G1 1勝、獲得賞金17億2748万円。ここから割り出される騎手の報酬、8637万4000円、騎乗回数884回、ここから割り出される騎手奨励手当、1414万4000円、合計金額1億51万8000円でした。第10位、ミルコ・デムーロ、42歳。主な勝ち倉、オークス、ユーバー・レーベン、阪神ジュベナイルフィリーズサークルオブライフ、 G1 2勝、獲得賞金17億6671万円。ここから割り出される騎手の報酬8833万5500円。騎乗回数535回。ここから割り出される騎手奨励手当856万円。合計金額9689万5500円でした。以下、第11位、和田龍二、8565万6500円。第12位、鮫島勝馬、8198万5000円。第13位、武豊、7984万8000円と続きます。今年は特に横山武史騎手の飛躍の年として印象の強い終わり方をしました。また来年、ニュースターは現れるのか、それとも横山武史の時代が来るのか、今から楽しみでなりません。